はい、こんにちは。アクアパッツァはですね、2019年からオーガニックレストラン認証を取得しております。そして、そのオーガニックレストランに関してですね、非常に興味のある方、もしくはどういうことなのって聞かれる方がよくいらっしゃるんですよ。ですので今日はちょっとね、授業風に、うちのメンバーを生徒に、そして、レストラン、オーガニックレストラン認証を、認証されているリーファースの水野陽子先生にお越しいただいて、画面の皆さんに分かりやすいように、お伝えしようかなと思ってます。では水野先生、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ今日はオーガニックの基礎について、お聞きしたいと思います。まずはオーガニックの食べ物を食べたことある人。はい、はい、じゃあ有機のものを食べたことある人。はい、オーガニックのものは何を食べました？オーガニックのものだと、まあ、ワインだったり、まあ、バナナとかは食べたことありますね。はい、何食べた？野菜ですと、まあ、スーパーでオーガニックって書いてあるものを買って食べたことはあります。あ、そうですか。はい、今オーガニックで手を挙げられたんですが、有機では手を挙げられなかったですね。これ実はオーガニックと有機同じ言葉なんです。で、EU ではビオと言いますね。それ頭に入れといてくださいね。はい、有機のジャスマーク、オーガニックのもの、これから私は有機と言ったりオーガニックと言ったりしますが、同じ言葉だと思ってください。で、有機やオーガニックの食品にはこの有機のジャスマークがついています。この有機のジャスマークなんですが、一般公募されて、できたマークなんですが、左の丸が太陽を示して、右の2つの輪っかが雲を示します。空の雲ですね。そして、この真ん中の葉っぱが自然に育まれた健康な農産物を示しているマークなんだそうです。で、JAS っていうのはジャパンアグリカルチャースタンダードで、日本農林規格、農林水産省の管轄のマークです。ですから、皆さんが食べる有機とかオーガニックの食品にはこのマークがついています。世界的にオーガニックの食品を食べる人たちが多くなっているんですけれども、それは何だと思いますか？まあ、農薬とか、まあ、化学肥料とかは使わないので、まあ、体にはいいのかなと思いますね。そうですね。はい、どう思いますか？化学肥料を使ってないから環境に優しいのかなと思います。そうですね。多くの人たちが自分の健康のみならず地球の環境を考えてオーガニック有機のものを選ぶようになってきてるんですね。ですから、私たちが選ぶものによってで、環境を持続できると意識を持っている方たちが増えているということでもありますね。はい、では次に質問です。オーガニックの歴史は何年でしょうか？1番2000年、2番200年、3番100年未満。じゃあ2000年だと思う人、200年だと思う人。はい、じゃあ100年未満。はい、100年未満が正解ですね。はい、オーガニックは昔の農業と同じと思っている人が多いんですね。昔の農業と同じなのは、自然の力を生かして栽培しているという意味では同じなんですけれども、昔の農業においては IT なんか使いませんよね。機械も使ってませんよね。あとオーガニックの栽培に関してルールもなかったですよね。自分はこれやってるんだよっていう感じで言いますが、ルールがなかったです。で、そのルールって、まあ、基準とか言うんですけれども、そのルールというのに、栽培方法ですとか使っていいもの、使っていけないものが制定されてるんですね。
ルールって、そのオーガニックのルールっていうのはどういうふうに決められてるんですか？はい、これはね、もう50年前からルールってあったんですよ。1970年代から民間主導で、ルール、いわゆる基準ですね、それが作られました。それをもとに政府同士が国際的レベルでガイドラインを作ったんです。オーガニックのガイドラインを作ったんです。それに基づいて、日本の有機ジャスも作られているんです。じゃあもうその世界のガイドラインに決めて、うん、日本の有機ジャスも基づいて作られている。はい、ピンポン、そうです。はい、そうなんです。ですから有機ジャスのものは他の国で、国レベルでこのガイドラインにのっとってできているルールを持っている国と日本の間では同等性を認め合って、お互いのオーガニックのものはお互いオーガニックと認めようということになってるんです。今まではそれぞれの国の認証を取らなければならなかったのが、有機ジャスを取っていればその同等性を結んだところの国のところに輸出できるオーガニックと新たに認証を受けなくても受けられるということですね。でちなみに現在農産物や加工食品、そして牛乳とか肉とか卵などの畜産物ですね、その畜産物をにおいて同等性を日本と認め合っている国はアメリカ、カナダ、EU、イギリス、スイス、アルゼンチン、オーストラリア、ニュージーランド、台湾などがあります。逆に日本の有機のジャスのものは それらの国でオーガニックとして販売されますし、それらの国のものも日本でオーガニックとして認められるわけですね。ではオーガニックで一番してはいけないことって何でしょう？農薬とかを使っちゃうこと。そうですね、基本的にオーガニックにおいては農薬だとか化学肥料は使わないので、その使ってはいけないものを使わないということですね。他にないですか？有機のものなのに農薬を農薬を使ってるんですけど、有機のものと嘘ついてはいけない。そうですね、ピンポン。嘘をつくことというのが有機において一番いけないことです。有機に的に栽培されてないのに有機として販売されたりとか、メニューに載せたりすることは一番嘘をつくということで良くないことされています。ですからあえて認証を取る人はそういう嘘をついてまで認証を取らないんですね。あと無農薬っていう言葉をよく見かけますよね。あれって、使ってはいけない言葉だってご存知でしたか？知らなかった。2004年の農林水産省の特別栽培ガイドラインにその言葉は使っていけないってことになってるんですね。ですから私なんか逆にレストランですとか道の駅とかいろんなところに行って無農薬っていう言葉を見ると大丈夫かなって不安に逆に思ってしまうんですよ。今オーガニックを歌ってるレストランが多分いろいろ増えてきてると思うんですけど、そのオーガニックのレストランとうちみたいなこう認証店とどう違いがあるんですか？はい、日本においてオーガニックっていう言葉はレストランにおいて規制がないので、悪気はなくてもオーガニックってつけてるメニューにつけてるお店がすごく多いんですよ。それがちゃんと認証店はちゃんとね、従業員の人たちが有機のことを理解してオーガニックのことを基本的に理解して、そしてメニューでもオーガニックとか有機と書いてるものは本物の有機、さっきのジャスですね、ついてるものを使ってるよということなんですね。ですからそれをまた第三者、私たちみたいな第三者の利害関係ない検査員が現地に行って、レストランの裏、そして全部納品書1年分確認して、本当に買ってるなと、で本当にそれをメニューにこの日に出したな、メニューの、ね、記録がありますよね、出してるな、どのぐらい出してるな、
そういうとこまで確認しているということで、明らかにただオーガニックを使ってますというよりもオーガニック認証を取っているところは確認ができていて安心なお店と、私がそういうお店がを探してたんです。ですからそういう認証が欲しいなと思って作らさせていただきました。でレストランでオーガニックの食材を示すのにメニューに書いたりですとか、それとか今日使っている食材は何なのかと口頭で言う場合、またはアクアパッツァさんの場合は黒板に出してるんですよね。ちょっと例を見せてください。河合さん、はい、今日のオーガニックの野菜は何ですか？どれですか？今日は、きゅうり、人参、玉ねぎ、あとビーツ、あとパプリカと香辛大根、あとグリーンアスパラですね。はい、ありがとうございます。分かりやすいですよね。レストランによってどういう形でもいいんです。でも消費者に、お客さんにとってどれがオーガニックなのって知りたいときにこうパッと表示してあると分かりやすいと思うんですね。でこれがない場合はもちろん表示してないわけですよね。はい、ありがとうございます。すごい多いですね。で今こういう黒板で野菜を有機って書いたりとか、あとはそのコースとして要予約にはなるんですけど、オーガニックコースとかっていうのもやってたりとか、あとはその有機の食材がしっかり入るときはミネストローネだったりとかっていうので作ってます。はい、素敵です。ありがとうございます。はい、でこれだと本当に日々本物のこれが有機だと分かりやすいんですが、印刷してしまう場合メニュー、そこで例えば有機人参のスープとか書いてあって、その日はどうしても有機人参が入らなかった場合、それはちゃんと口頭でその従業員の方がホールの方がですね、これ今日有機の人参が入らなかったのでこれは有機の人参じゃないですけれどよろしいですかという感じで、明確に示すね。オーガニックレストランの認証を取られたところっていうのはオーガニックのことを理解してで正しくオーガニックのものを提供するという役目があります。そういうことで、お客様からの信頼をこう受けてもらえるっていう、ね、安心して食べてもらえるっていうのがあるんです。はい、はい、ですから普通のお店と全然違うのはオーガニックの食材は何かと、オーガニックの情報を正しく提供できる、提示できるお店である、そしてそれが第三者が確認しているということで、全然安心度がお客さんとしては違うと思います。そういった意味でアクアパッツァさんはとても素晴らしいと思います。皆さんも頑張ってねくださいね。ありがとうございます。こういうオーガニックのお店がもっと増えてくるといいですね。そうですね。はい、視聴者の皆様よく理解していただけましたか？ちょっと生徒役の南條とか池根が緊張してあれだったんですけども、みんな本当勉強してます。で、オーガニックレストラン認証なんですけどもね、河合さん、はい、80% 以上のものが、有機のものが含まれている5品目以上があれば、認証は取得できるので、皆さんそんなに固く考えないでやっていただければいいかなと思います。はい、いろんな食材をですね、日本の旬の食材を、日本中から取り寄せてやってますので、どうしても、ね、その認証を得れない生産者さんもあります。そういうものでもやっぱりおいしくて体にいいもの、そういう食材を選んで河合がメニューを仕立てておりますということで、水野先生今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではぜひアクアパッツァの そのオーガニックのレストラン、オーガニックの料理を食べにいらしてください。ではまた。チャオ。チャオ。チャオ。